ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。さあ、ということで、さあ、ということで、結構暗くなってきてるんやけども、今。あ、あれじゃない？今のお金の残高やったら、喫茶店でコーヒーを飲むことができるのでは。喫茶店はどこだったかしおっか。ん？なんか止まってた今。どうも、あ、もう暗くなってきたけん、風太くんがピンピンと。そしてちゃんとほら、ステンドグラスの、この反射もうなんか薄くなっとる。さあ、喫茶店へ。マスター、どうも。他のお客さんとかは来てないの？お一人様はカウンター席で座ります。コーヒー一杯200ベルですから、お願いします。どうも。びっくりした。もうなんか出来合いのコーヒー売り渡されるんかと思った。ありがとう。お待たせしました。当店自慢のオリジナルブレンドでございます。さあ、召し上がれ。ちょっと冷ましたらやっぱり怒られるんかな。あの、そういうのはちょっと困ります。それでもちょっと冷ます。あの、そういうのはちょっと困り、いただきますよ、じゃあ。やっぱりあれなんやね。こだわりというのが。あー、香りと味が体に染み当たる。てか、メニューはないの？メニューは。え、このオリジナルブレンドだけ？ありがとうございました。急に冷静になるのね、マスター。あ、ってことは、フーコちゃんも結構、起きてるんじゃないの？ピンピンと。おー、起きてる。天文台にようこそ。どういったご用ですか？星座の作り方、星座が作れるの？星座の作り方ですか？それならいくらでもご説明しますよ。星座を作るには、まず隣の望遠鏡をお使いくださいね。そして空に浮く星を順番に選んで、線で繋げていくんです。ちなみに一つの星座には最大で16本まで線を繋げるんですよ。あと、途中で間違えたときは、消したい線を選んでくださいね。ただし、星座が2つに分かれるような消し方はできないので、気をつけてください。まあ、そんなところでしょうか。とにかく実際にやってみた方が早いので、ぜひお試しください。じゃあ。望遠鏡をお使いになるんですね。じゃあ、星座を。見ることもできるの。ほほ、ではごゆっくりどうぞ。笑い方も一緒なんやね、風太くんと。あ、要はこれは自分が作った星座を見るってことか。なるほどね。ってことは、作ってないから、見れないわけだ、私は。そういうことだ。お疲れ様でした。他に何かご用ありますか？じゃあ星座作る。ほほ、ではごゆっくりどうぞ。さあ、どう作っていくか。あ、なんか、サイコロみたいな形が。え？これから、これ、え？なんかちょっと違う場所。ちょい待って。ほ。なんかサイコロみたいな形見えん？ちょいと待って、これを消して、私にはサイコロのような形が見えるんだけど。ほら。ほら。すげえどうでもいいけど、ほら。ね？これでよろしいですか？めっちゃ綺麗じゃない？形。はい。この星の位置なら、6月8日の午後8時に、最も綺麗に輝くと思いますよ。過ぎてるじゃねえか。あ、ちゃんとそういうのもあるんや。この星座を登録しますか？じゃあお願いします。それでは星座に名前をつけてください。星座の名前？どうしよう。立方系座。あれ、立方系で合っとるよね、名前。違ったかな？なんかそういう用語と、すごく離れて生活しているので。立方系座。
はい、オッケー。では、立方検査を登録しておきますね。他に何かご用ありますか？うん、大丈夫よ。別に。あら、よろしいんですか？では、またいつでもどうぞ。ほいほい。また来ますね。あ、見てこれ。ハリー、ハートなんや。今初めて知ったんやけど。え、知らんかった、普通に。あれ、そういえば今さ、一番手前なんか、美術品やってやんか。寄贈するの。あの、常吉は、また、あれなの？飛び丸と同じように定期的にやってくる感じなの？お、びっくりした。びっくりした。そんなとこに隠れてないでよ。さあ、とりあえずちょっと私は、家に物をちょっと置いていきたいなと思うんだけれど、あ、こんなところにも、魚が、釣りたい。ちっちゃいみたいだけど釣りたい。え、もしかして逃げたかと思った？おるね。ちょ、待って。はい。さあ、なんですって？さあ、かかれ。めっちゃ逃げるやん。え、てかすごい逃げるやん。どういうことよ。ほら。ちょ、素早いんですけど、魚が。ちょっと待って。どの辺？この辺から。全然来てくれない、つら。なんか、飛び盛りより釣り難しくない？釣るタイミングじゃなくってさ、あの、この投げるタイミング難しくない？投げるタイミングと場所の、なんていうの？場所の設定というか、なんというか。難しいんですけど。じゃ、素早。おいおい、こっちに来いよ。どの辺からだ？この辺から。反対向いとるし。釣れない気がしてきた。どうも。そろそろ帰って掃除の続きやんなきゃなー、わお。ねえ、アイナちゃん。ちょっとファッションチェックをお願い、わお。あたいの今日のコーディネート、どんな感じかな？普段着な感じじゃないですかね。この辺？あ、でもちょっと可愛い。私的には好きな感じやけん、この辺で。でしょう。さすがアイナちゃん、わかってるな、わお。街の売りかけ用のコーディネートだから、ちょっと綺麗めにまとめてみたんだ。でも、程よく力が抜けてていい感じでしょう。わお。おー、最初に思った方にしなくてよかった。めっちゃご機嫌になったわ。超ご機嫌になったわ。ん？なんか今、蚊が飛んでますね。すっごい見にくいけど。おー、ペリオさん！おった！ん？村の人が声をかけてくれるなんて珍しいな。僕は郵便配達員のペリオだよ。世の中はパソコンや携帯メールのおかげで手紙が減ってるようだけど、この村じゃまだまだ手紙のやりとりが盛んだからね。おかげで僕も仕事に暴れずに済んでありがたいもんだよ。おっと、仕事中だった。そろそろ配達に戻るよ。じゃあね。どうも。あれは？役所はまだペリコさんかな？ペリミさんに変わったんかな？ペリコさんだった。なんかこういう違う時間帯とかにプレイしたら、またなんか違った感じが見えてきていいよね。この自分家のすぐ隣にある、この岩は、くっ、何にもなかったわ。何にもなかったわ、つら。じゃあちょっと家具を置きますか、自分家に。てか思うけど電気がないんよね。とりあえずろうそくはあるけど、これが2階か。あ、やっぱ2階ベッドあるやん。え、ってことは？え、違うんだよ。そうじゃなくて。あれ？そうではなくて。だってベッドもらったのにさ。
違う。ベッドもらったけど、2階には置けないってこと？ 2 階このベッドで固定？もしかして。え、そういうことじゃないよね。まさかの。この電話は？はいはーい。アイナさん、どうしたの？見知らぬ猫に繋がっている。いや、大丈夫です。そっか。じゃあ、またね。あ、いつでも帰られるとかどうのって言ったのって、これでってこと？そういうことか。え、で、ちょっと、家具。もらった家具を置きたいんだけど、モノクロベッド。あ、置けねえ。え？スペースが足りないってこと？前デザじゃなくて。ほら、保険。2階には置けないのか？ということは、1階でするしかないということですか？モノクロベッド、ほら。まず置けないって、ヨーロピアンな床。ちょっと待って。ヨーロピアンな床、床に敷く。どんな感じになった？ちょっとよく見えないんだけど。ちょ。なんか違う。非常に違うような気が。あ、これやっぱりいつでもできるんや、びっくり。ほら。は。は。これで？あ、これで動かせるのね。なるほど。え、これで動かせるけど。動かせるけどよ。なんだかなかなか、あ、ちょっと待って、上に行った。上に行った。そうじゃなくて。2階は何もできないのか？つら。それは辛い。あ。あれ？回転させたい。あ。てい。あれ？回転できない？こうか？消した。超暗い空間になった。そうじゃなくて。あら？ん？押せなくない？引っ張るんじゃなくってね。奥に押したいんだけど。え？なんで引っ張ろうとするの？1。あ、これ。あ、そういう感じでやるんや。じゃあ一旦ちょっと、のけてから出した方が、あれかな。はい。そしてこの上にろうそくを置くと。オッケー。2階。まあ1階はこんな感じで、とりあえずね。とりあえず。ふぅ。でもなんかなかなかやね。なかなかやね。上の階は何もできないんだろうか。そのうちできるようになったりとかするんかな。まあ、一応この時、ん？ただのクワガタか。なんか変な生き物かと思った。この時間帯にしか。ヘリオさんはこの時間帯だけかな？朝っぱらにもおるんかな？はい、化石。化石はね、ちゃんとペリオさんじゃねえわ。風太くんのところに持って行って、鑑定をしていただかねば。これは一体。あ、なるほど。ここからも登れると。なんかいろんな場所があるな。花がもっと増えてほしいね、花が。バッシバッシと。そしてなんか縦看板があると、どうしてもその場所に誰かが引っ越してくるんではないかと思ってしまう。さ、ちょっと寄贈しとこ。どうも。ほほう、アイナ博物館へようこそいらっしゃいました。あ、私にご用意ですか？お手伝いできることがあれば何なりとおっしゃってください。化石の鑑定で。ほほう、では鑑定したい化石をお見せください。ワクワク。さあ、これで。化石についての説明とか違ったりするんかな？はい。
どうぞ。どれどれ。ふんふん。なるほど。ほほう。これはプテラノの右翼以外の何者でもございませんな。それにしてもいいですね。これ、まだうちにはない貴重な化石なんですよ。アイネ村にとっても歴史的発見であるこのプテラノの右翼。うちで預からせてもらえれば、さらなる文化の発展が見込めるわけですが。そこのところ、いかがですか？いや、いいよ、別に。うん。ほほ、よろしいんですか？では、お言葉に甘えてお預かりいたしますです。足りないパーツも見つかるといいですね。完成した姿が見れるのは今から楽しみです。よろしければ他の化石もお調べしましょうか。お願いします。ほほう。では鑑定したい化石をお見せください。ワクワク。じゃあこれか。大して説明とかは別になく、いつも通りな感じやね。はい。今回の化石は一体？ズバリ、三葉虫でございますです。はい。それにしてもいいですね。これね、ズバリ、譲ってくださいって言ってくればいいんだけどもね。すごく回りくどく言ってくるから寄贈するよ。ほほ、よろしいんですか？ではお言葉に甘えてお預かりいたしますです。それにしても素晴らしいですね。この化石はなかなかの上物ですよ。三葉虫は恐竜時代よりずっと前に生物なのですが、数が多く研究も進んでいるため、その地層の年代を決める基準となっているんですよ。ま、タイムトラベルのガイルさんによるものですね。は、どうもすみませんです。つい興奮してしまいました。失礼いたしましたです。はい。では他にお手伝いできることありますか？ないよ。あ、もしかして化石も全部揃ったら、あれか、ちゃんと解説をしてくれる感じか。いやいや恥ずかしながら、まだほとんど集まっていないんですが、スタッフ一同頑張っておりますので、と言っても私だけですが。大変だね、管理。頑張ってね。あそこに何か、びっくりした。何かおると思った一瞬。はい、ということで。じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。さてことでペリオさんにも会えたし、満足やね。あ、ペリニさんにはちょっと会えんかったけど。